こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回は金のお話をいたします。脱不安で金ゴールドの投資の有効性を証明の後編と題しましてお話をします。こちらをご覧ください。合計七点あります。まずは投資リテラシーですね。これは前編の時に 時代と市場と人の3つで金を見ていきました。その際に不安イコール金だということを否定をしながら見ていったわけなんですが、今回はですね、投資リテラシーという側面からまずは金を注目をしていきます。次にこういったですね、金ゴールド投資の必須スキル3つということを紹介した上で、初級、中級、上級と、 いった金投資の具体的な手法について一例をご紹介しますそして最後に前編後編のまとめである明るいゴールドの話は可能ということについて触れて最後にリテラシー別の金の商品をご紹介しますではこちらをご覧ください投資リテラシーということですねリテラシーというのは識字率というふうにも言われているんですけれども 言語の能力ということが元々です、ね、もともとの意味なんですが、それが転じまして、その分野の物事をよく知っている、その能力があるということの度合いをですね、示すんですね。この場合は、投資ということですね、なわけですので、投資について、馴染みがある、経験がある、能力があるということについて触れています。投資、リテラシーの3つの軸ということで書きました。ざっくり。 初級と中級と上級ということで3つに分けました。それらをリスク許容度、ポジションの保有期間、取引頻度の3つの軸で分けています。リスクの許容度は初級は低い傾向があって、上級は高い傾向があるというように、級によってですね、様々状況が違うわけであります。あくまでも一例ではありますし、例外はあるんですけれども、このような 傾向があるるとと言えると思いますでこの点とですね、均投資ということで考えていきますと、均投資はですね、実は初級であっても、中級であっても、上級であっても、取引ができるんですね。それ相応の投資商品が存在します。均投資の初級向けの商品、均投資の中級向けの商品というようにですね、もちろん上級向けも存在します。ですので、 均等しと言ってですね、部分的にしかできないというわけではなくて、ほぼ全部ですね、どのリテラシーの段階におきましても、均等しはできますということをここで申し上げております。で、傾向とすればですね、Q が上がれば上がるほど、大きなリスクを取りつつ、短期売買ができるようになっていくと、まあ、こういう傾向があると思います。では次なんですが、具体例ですね。 初級、中級、上級ということで、投資手法を紹介する前に、確認事項としまして、金、ゴールド、投資の必須スキル3つということを振り返ってみます。ざっくりですね、この3つなんですが、金、ゴールド、投資の必須スキル3つということで、1番目は材料を俯瞰をすることですね。上から見るということです。見下ろしてですね、上から見るということでですね、見下ろして、まんべんなく材料を見るということですね。 しかも、その材料を見ていくときには、時間軸に分けて見ていくということですね。短中期、中長期、超長期ということで、3つの時間軸に分けて、それらをですね、まんべんなく上から見ていくということですね。鳥の目のようになって見ていくということです。そして、材料の影響力を足し引きすることです。これらは上から見てですね、7つのテーマがあるんですが、テーマごとに材料がありますと。 それらは、金相場における上昇要因の場合もありますし、同時に下落要因も存在しいます。といった部分で、この上昇要因の影響力とこちらの下落要因の影響力を相殺をするということですね。まあ、し引きをして、その結果価格は上がる、下がるということを判断することが重要ですということですね。そして、三つ目なんですが、できるだけ不安の力を借りないということですね。 不安の力をですね、えー、借りてしまいますと、金イコール不安というですね、前編で申し上げた否定的にですね、えー、見ていくべき事柄に戻ってしまいます。ですので、もちろん金イコール不安の部分も一部はあるんですが、それが全部ではないということをですね、考えていく必要があります。不安は金投資における一部に過ぎないということですね。まあ、こういったですね、3つを同時に行っていく。 ことですね。これらのスキルを発揮していくことが均等種の必須スキルということになってくるわけでありますで、こちらですね材料を俯瞰するということを見ているんですが鳥の目をイメージをします上から見下ろします何をかと言いますと短中期のテーマ中長期のテーマ超長,長期のテーマ3つの時間軸のテーマを見ていきます中でも短中期は 不安が結びつきやすい有事のムード。代替資産、株の代わりですね。代替通貨、ドルの代わりということですね。そして、中長期は中国、インドの宝飾需要、中央銀行、鉱山会社、この3点です。そして、超長期は対極的な社会変化への備えということですね。まあ、こういった7つに分類をしたテーマがあるわけなんですが、これらをですね、 時間軸に分けた上で網羅するんですね。点で見ないということをですね、やっていく必要があります。まあ、そうすればですね、過去の常識、不安イコール金という状況から出すことができると思います。では、次なんですが、材料の足し引きということについて触れていきます。これは問いがあるんですね。なぜドル高なのに金相場が高止まりしているのですかという問いがあります。 これはですね、ウクライナ危機の勃発後なんですが、ドルが大きく上昇しているんですけれども、金も上昇していると。ドルと金が逆相関、つまりですね、逆の値動きをする関係であれば、金相場は下落するはずではないかという問いなんですね。この問いについて、シンプルに、この材料の足し引きということを使って説明をしていきますと、有事のムード、代替資産、代替通貨ですね、 短中期のテーマ3つがありますこの中で、有事のムードは上昇要因ですね。インフレへの不安、米金融引き締めの不安、ウクライナ情勢への悪化と、まあ、こういったです、ね、材料があることによって、有事のムードのテーマにおいては上昇圧力がかかっていると言えると思います。そして、代替資産、まあ、株の代わりですね。株価不安定化しているということで、上昇圧力ですね。 株を持つ代わりに金を持つという動機が強まっているということで、株不安定化金上昇ということで、上昇圧力がかかっていると言えると思います。代替通貨ですね。これをまさにドルの代わりということで、ドル高、逆相関、下落圧力ということですね。アメリカ、金融引き締め、ドル高、ドル金利上昇ということで、代替通貨においては下落圧力がかかっているということなんですね。 で、この三つを足し合わせますと、上昇足す、上昇足す、下落ということで、結果上昇ということで、ドル高だけれども、金が高いということについて、この材料のですね、足し引きという部分において、この説明をしているわけであります。まずは材料を俯瞰をすることです、ね、時間軸に分けて俯瞰をすること、それらをですね、足し引きをして計算をすること、これによってですね、複雑化している これによって複雑化している現代の金相場を説明ができるということになっていくわけであります。こちらですね。代替通貨金の下落圧力を有事のムード、代替資産金の上昇圧力が相殺していると。まあ、こういう認識ですね。では次なんですが、初級ですね。純金積立て。ポイントで投資信託購入ということについて触れていきます。こちらなんですけれども、超長期。 ですねえー、コツコツですね、毎月、えー、一定の金額分だけ買っていくという投資なわけですので、えー、数日間、あるいは数週間、数ヶ月間、まあ、こういったです、ねえー、短い期間の取引はないんですね。ですので、時間に,については数十年単位であると、まあ、これがまず、えー、大前提になってくるわけであります。で、えー、初級の方にはですね、純、えー、金積み立、て え、投資信託を、まあ、て言いますか、おすすめと言いますか、が馴染むというふうに考えています。もちろん、投資ですので、リスクはあります。しかし、時間軸をですね、長めにしてですね、投資の頻度を下げて、ゆっくりですね、リスク強度で下げてですね、取引をする上では、純金積み立てと、投資信託は私は馴染むと考えています。 で超長期ですので、時間は数十年単位ということなわけなんですけれども、ここですね。こういうふうに底、底ね超長期における切り上げ、超長期における上値ですね。切り上げですね。まあ、こういった変化が今後見られると私は考えています。理由は、対極的な社会変化への対応と、これをですね、意識をした資金流入が見られるというふうに考えています。 社会は大きく変わっています。SDGs, ESG ですね、DX, AI、まあ、等々ですね、様々なことが叫ばれていて、少しずつ社会は後戻りしないようなですね、変化によって変化しています。ですので、そういった変化にですね、応じるように、どんどんと市場の環境も変わっていくということで、こういった不安回避であったり、重足促進と、まあ、こういう意味でですね、 金相場への資金流入というのが見られると考えます。そうすれば、超長期的な底値切り上げ、上値切り上げが見られると。これは純金であったりですね、投資信託という超長期のですね、投資に馴染む傾向になっていくんだと思います。リスク強度を下げつつですね、投資頻度をですね、下げつつ、超長期で見ていくというのはですね、初級の方に向いていると私は考えます。 では次なんですが、中級ですね。今度は ETF、上場投資信託、あるいは関連個別株ということをですね、テクニカル的な部分でですね、見ていきましょうという話になっていくわけであります。テクニカル分析なんですけれども、これは一例なんですが、単純移動平均線と RSI を見ています。ゴールデンクロスとしばしば言うわけなんですが、短期線が中期線を上抜けというですね、ゴールデンクロスに加えて、 長期戦が上向いているということを条件にします。に加えてですね、同時に RSI の売られすぎという水準、まあ、二重割れが起きているということをですね、条件に見ていきますと、まあ、こういうですね、タイミングでほとんど同じ時期に条件を満たしているということなんですね。で、これに加えてですね、まあ、ファンダメンタルズということで周辺材料をですね、見ていきますと、これはですね、 金 ETF1540 ですので、これ円建てなんですね。ですので、例えば今年の1月あたりから円安が急速に進んでいったわけですので、円建ての金については上昇要因があったということでですね、なおかつこういった指標につきましても上昇をですね、示すようなものが同時に出ているということで,ですので、これらのその指標に加えて円安という材料でもってですね、買っていくと。 こういったアイデアがあったんだろうと思います。というように、複数のですね、分析指標が同じ方向をですね、示していると。に加えて、周辺材料もですね、それに応じたような方向性を示していると。こういう条件においてはですね、売買をするタイミングであるというふうに認識をすることになっていくんだろうというふうに思います。これはですね、周期の方向けというふうに考えています。 金の ETF であったりですね、個別株もこういったふうに分析をしてですね、見ていくということが可能ですので、ぜひですね、ご参照いただければと思います。では次なんですが、上級ですね。特定の時間帯にサクッと短期売買というふうに書きました。これはこちらですね、金先物なんですが、これ5分足の終わり値で見ていますで。これは6月10日金曜日の ですね。動きを見ているんですけれども、CPI ですね。そうした物価指数の発表があったときに少し動いて、その2時間ですね。1時間半後に、2時間台、消費者信頼指数が出たということで、金価格は大きく上がりました。えー、たった2時間半で2.5%以上、これ上がったんですね。インフレ、代替通貨金、景気減速圏、 資金取り先ということでですね、複数の材料が重なって大きく価格は上がりました。まあ、こういうですね、経済指標が出た後のタイミングでトレンドが短期的に出ていると。まあ、ここをですね、例えばですね、商品先物であったり、CFD であったりというですね、短期売買になじむ投資手法によってこういった上昇を狙っていくということがですね、上級向けとすればなじむというふうに考えています。 で、その商品先物も,もですね、その CFD も価格が下落する場合にはですね、売りから入れるというメリットもありますので、もちろんですね、レバレッジがかかっているですとか、大衣装があるですとか、というですね、その上級向けの要素もあるはあるんですけれども、短期的にですね、こういった上げ、下げというのをですね、狙っていく分には、商品先物ですとか CFD が馴染むと思います。上級向けとしてですね、覚えておいていただければと思います。 では、最後に申し上げますと、不安という要素をなくしてもですね、金相場の分析は可能であるということについて考えました。不安イコール金ということをですね、否定をしながら、時代と人と市場という部分を見てですね、金について考えていきますと、時代はですね、過去の常識、成功を捨てる。市場は市場環境が激変したことを認識をする。 人は重足も行動のかけになることを認識すると。まあ、こういうことが分かったわけなんですね。これらを見ていきますと、実は現代社会における求められる人物像にですね、まあ、近づいていく方法であると、だったわけなんですね。強靭な心、変化に順応、コミュニケーション力ということがですね、要素としてあって、ここを伸ばしていけばですね、求められる人物像に近づき、それによって、実はこの不安抜きの 金相場の分析を可能にするですねヒントになっていくというふうに考えますですので不安がなくともですね実は金相場の分析というのはまあ、一定程度はですね可能であるということだと思うんですねですので明るいですね話をしながら金相場の分析をするということは私は可能であると考えています金は不安がある不安があるときにこそ上がると いう、そういうももちろんあるかもしれませんけれども、まあ、それとですね、同等ですね、同じくらいですね、金は明るい、材料によって分析をすることはできると考えています。では、最後に、投資商品をご紹介しますと、初級、中級、上級というふうに申し上げました。純金センターで、スポット購入ですね、投資信託は初級、国内の ETF、ETN、海外の ETF、外国株、 は中級国内商品先物、海外商品先物、商品 CFD は上級というふうに分類をしましたぜひですねご参考に見ていただければと思いますでは今回は脱不安で金ゴールドの投資の有効性を証明後編と題しましてお話をさせていただきました次回もどうぞよろしくお願いします